漫画誕生は2018年製作、2019年11月30日公開の日本映画。明治から昭和初期にかけて活躍し、漫画を強敵な用法で初めて用い、日本における近代漫画の祖とされる北沢楽天の半生を描いた電気映画。大木萌監督作品。北沢楽天による東京パック層看護の表紙が、 作中に登場する楽天の代表的な作品の一つ。昭和18年、日本。太平洋戦争が激化していく中、北沢楽天は国策として漫画を統制する組織、日本漫画冒行会の会長に就任するが、漫画家としては、すでに第一線を退き、総壁を成した岡本一平などに押され過去の人となりつつあった。そんなある日、彼は、 内務省の検閲家に呼ばれ出頭する。検閲官、小賀に促されるまま、北沢は、自らの華々しい過去を語り始める。物語は、漫画家の過去や現在を生き戻りつつ、検閲官との議論を通して進んでいく。明治32年、福沢諭吉に見出されて、時事新報社に入社した彼は、それまで新聞への主流であった程度の低いポンチへから、 漫画という表現方法によって、より風刺性の高い作品を読者に提供しようと、奮闘する。そんな折、楽天は、旅順観楽によって湧く東京で偶然であった、宮武骸骨に感化され、風刺漫画雑誌の立ち上げを決意する。その名は、東京パックであった。時事漫画や雑誌のヒットにより、職業漫画家として、頭角を表していた彼は、妻も迎え、 社会的な成功を収めていた。だが、明治43年、大逆事件が勃発、かつて互いの切磋琢磨を誓い合った親友が、社会主義運動に関与していたことで逮捕される。過去との決別のため、楽天は、親友が成功を祝して送ってくれた絵はがきを燃やすのだった。後進の育成や、引き続き風刺画の制作も手掛ける一方で、 政治家の大物たちとも交流を深めていく北沢。彼を迎合的だと阻止る声もあり、弟子やライバルも裏腹に成功していく。昭和に入ってもパリで古典を成功させるなど不きには恵まれていたが、自身の作家性としてのあり方には背を向けていた。検閲官との対話の中で自分が何を描きたいのかという疑問を突きつけられた楽天は、 帰宅して犬から紐で結ばれた巻紙を差し出される。開くとそれは結婚前に楽天が描いた彼女の似顔絵だった。それを見て彼は同国するのだった。戦後、不祖の地である大宮へ引退することになった楽天は戦没者の遺族に似顔絵を無償で描きながら野と平和に過ごしていた。大宮神社からの帰り道、楽天は本屋の軒先に並んでいる新発売の漫画本。 新宝島の前で足を止める。劇中劇、アニメパート、あなたを思ってる。当初、2018年初夏に公開を予定されていたが、出演俳優の橋爪良の逮捕により一時、延期された。橋爪の他の出演作品が公開停止、カットされる中、制作委員会は公開を決断。最終的に、2018年10月の、 東京国際映画最上映を経て2019年11月30日に劇場公開された。ありがとうございます。